ね、思った。稲野もやっとったよな、同じ時間にって。お昼もやっててんけど、お昼はドンキーコングについて語ってた。こんばんは。そう、時間がそんなないねんけど、ちょっとできそうだなと思ったので、やっほー。寒すぎてびっくりしてんねんけど、今大丈夫そう？あ、お昼お仕事で見れんかったからって、嬉しいよ。こちらこそありがとうね、来てくれて。いや、暖房つけよっかな。ね、寒すぎる。顔がこう、なんか固まりそうなくらい。木枯らしが吹いて遠くしちゃうよ。お、オンライントークでりさこさんがちかちゃん綺麗と褒めたよ、だって。嬉しい。りさこさんについてのメールをさっきというか夕方送ったので、ちょうど綺麗なお姉さんに綺麗って言われたら嬉しいね。よし、暖房つけよう、後で。いいね、毛布でぬくぬくしてます、だって。私、毛布かぶっても朝起きたら落ちてるねんけど。寒っ。お、今日ちょっとマニフェスト見てたけどめっちゃ面白いって。そうなんです、一回あのちかちゃんの映画飯で投稿したマニフェストっていう海外ドラマかな、シーズン4まであって、まあその1シーズン12話ぐらい、40分ぐらいあって、ちょっと長いねんけど、めちゃくちゃ面白いので、伏線回収とかなんかそういうミステリー系が好きな人におすすめ。なんかね、本当に全てはつながっている、この一言に尽きる物語で。そう、シーズン4がね、なかなか長くて、私も今ラストシーズンを見てて、でも途中で今ね、あれ見てる、ブラッシュアップライフをちょっとなんか見つけちゃって、それと並行で見てる。そう、シーズン3まではねポン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 って見れんねんけど、シーズン4がねちょっと長いかも。じっくり見たい人におすすめだね。いいね、なんか映画とかドラマって。その、あ、そう、安藤サクラさんのドラマ、ネタフリだねこれ。そう、なんかね、映画とかドラマ見たらさ、あ、いろんな人生があって、いろんな考え方があるなって思って、なんか考えが広がるし、あの舞台出ると違う人生を歩めるっていうのか、なんかそういうのが面白いなって最近思う。いろんなそれぞれの考えがあって、でも自分はこうも思うし、でも相手はこうも思うし、みたいな風に考えれるのが面白い。最近見てるドラマは、君が心をくれたからっていうドラマと、あとセレブ男子は手に負えないっていうドラマと、不適切にも程があるだっけ、あの阿部サダヲさんのドラマ、めっちゃ面白いあれ。でも面白いんですけど、なんか最近ドラマ見てるかも、結構。あ、TVer で見逃しばっかりねんけど、見てます。ね、よくそんなに見てるよね、なんか。なんやろうな。なんかちょっと落ち着いてるからかな、今。時間があるので、なんか、ごそごそしながら見たりとか、でも真剣に見たいときは、止まって見たりとか。海外ドラマとか字幕で見れるやつはドライヤーしながら見てるけど、
なんか髪の毛切ってからすぐ乾くからあんま長いとこ見られん。あ、コードブルーとかも見たいな。懐かしい。恋する敬語？敬語？それもね、気になっとったけど、追いついてへん。っていうか、なんか今ドラマウィークかも、映画より。明日はお天気いいかな。お、明日は晴れ。なんか雨の日多いからね。確かに、みんなこっから3月、5月、6月は土日一緒に過ごせる日が多いから、落ち着いてる土日だね。ぜひ3月、5月、6月会いに来てね。3月17日のトーク会があと残り数枚なので、みんな急げー。嬉しい3月の。会場全完売になってて、もちろん幕張も待ってるし、5月6月のトーク会、写メ会、握手会も遊びに来てください。楽しい時間過ごそうね。このままいい勢いでいい結果をみんなと残していけたらなと思うので、みんな話したいことちゃんとメモしとくんだよ。結構なんか「あ、飛んだ！」っていう人もいるので、なんかたまに手にメモしてる人もいて、かわいいなって思ってます。ぜひぜひ。あ、メモ溜まってますだって。でも確かノリで話せるね人もいるだろうし。メモしても全然違う内容話してることを言って、まあそれもそれでよしとしよう。ノープランでもお待ちしています。なんならノープランの方がいい気もする。いや、そう、てか私から話題振ることの方が多いと思う、基本。だから本当にみんなが話したいこと申し訳ない、それを飛ばしてまでこう前のめりに話しちゃうから。確かに、何話すって聞くと大体食べ物の話になるね。それな。あれ、あんまり話題振られたことないかも。そういう人は多分話してくれる人だから、 TPO ってやつ。なんかこの人はいっぱい話してくれるだろうなとか、ネタありそうだなって人にはあんまり、あの、こちらからというよりはみんなからの話を聞くようにしています。し、逆に無言で来はったら、あ、話しちゃおうってなったりもしちゃうし。タロット占いしてくださいか。タロット持ち込めるかな。時間足りるかな今。5万円までだっけ。なんかボケてる。なんや。ピントが合わへん。
あ、戻った。まあ、よく言えば人をよく見て観察してる。よく言えばね。あ、持てんじゃんこうやって。あ、あと5分だって。寒いな。あ、リップ塗ってないから。あったかくして寝るよ、もちろん。なんか話そうとして忘れた。あ、なんかインスタのストーリーでみんなの好きなパンを聞いたら、想像以上にめっちゃコメントが来てて面白かった。ちょっとあの動画にして載せるね。お、17日、あと17枚だって。セブンティーン、最近パン食べたかな。ああ食べたわ、パンオンショコラ食べたんだ、怖っ自分。でもパンもねちょっと高いで、最近相場が分からんけど。でもみんなの好きなパン知れて面白かった。あとね、おすすめのお店のパンで教えてくれる人もいて、決してそこに絶対行けるわけではないねんけど、メモしてる。あ、美味しそうと思って。メモメモ。パン屋さんっていいよね。一回憧れるよね。パン屋さんで働いてみたいって。なんかメンバーも多かった気がする。お、握手会でパンについて話しましょうね。話そうで。聞こう。なんでそのパンが好きなんて。うわ、みんなのお家の近くにあるね。教えて、パンの話。やばい、あとちょっとかな。朝めちゃくちゃ早いよって。朝早起き大好きだもん。明日も、明日は朝配信する予定です。何時頃かな。10時、11時くらい、11時くらいに配信します。明日はちょっと早めなんですけど、朝配信です。ありがとう、見に来てくれて。久しぶりに朝、まあ、朝っていうかお昼。早すぎだろ、5時。11時くらい。起きてね。おやすみミートボール。ちなみにミートボールパスタめちゃくちゃ美味しかったです。また作ろうってくらい美味しかった。おやすみ、ありがとう。みんな弾丸だったのに見に来てくれて。バイバイ。握手会も遊びに来てね。